苦しいよ。ただいまー。おかえり。おかえり。どうする？お風呂にする？ご飯にする？とそれとも、じゃあ少々にしよう。終了。さあ始まりました、少量チャンネルの翔太です。はい、というわけで今回はですね、何をするかと申しますとヒントはこれ。これなんだかわかるかな。まあわかるか、最初に予告が出るもんね。でこれ、そうです、以前ですね、幼稚園の格好をしたこの僕がですね、次第2弾でやりたいのはドゥーパン、着替えてきます。ひょうにょう。いやー、よし、現れるよ。いくよ。じゃん。はず。はい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 。あのさ、これね、まずこれメイド服着たんですけど、これ一応さ、コスプレ用だから大きいサイズ、 L サイズの、 L サイズだけど、めっちゃ多分ね、 L サイズでも小さく作られてあって、今の俺じゃ無理だって思ってちょっとうまく着れなかったんだけど、でもこんな感じです。どうですか、似合ってますか。イエーイ。でこれで何をするかと申しますと、年下彼氏が家でメイド服の格好をして待ってたらどういう反応するのかをやっていきたいと思います。イエーイ。パフパフ。ね、全然着れなかった。ちょっとさ、あれなんだけどさ、これもうほんと内緒っていうか、ここだけの話して。俺別に太ってる、もうめっちゃ太ってるってわけじゃないから。でもね、こっち。背中、閉まんなかったんよね、全部。うわぁ、ショックって思って。はい。だからこれで、まあ、帰りを待とうと思います。行くぞ！イエス！終了。やっぱ、あれだよね、ガタイ、でかいな。あ、そう、そう。とりあえず、りょうが家に帰ってくるまでやらなきゃいけないことがあって、ご飯作んなきゃいけない。で、今日彼はビーフシチューが食べたいんだって。で、ビーフシチューを作って待っとこうって思って、まぁ、ちょっとなんか詳しいことはあんま手順しないんだけど、まぁ、作りながらお話できたらいいなと思ってます。あの、もうね、りょうの反応見たいって方はもうそこまで動画飛ばしてください。え、ちょっとでもこれ汚れたらあれだよね、なんかエプロン着た方がいいかな。あ、とりあえず結局ね、これちょっと汚れたらだからさ、あ、今の衣装が可愛いなと思ったら高評価よろしくお願いします。よし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 、よし、作っていくぞい。ちょっと違ったかな、思ってるやつと。なんか一応、実は何個か前の動画で痩せたいなっていう話してたじゃないですか。で、実は僕あれからですね、4キロぐらい痩せたんです、実は。でもあれか、でもあんま顔見てもわかんないよね。なんかよくさ、痩せるには結局3食食べて、で、運動してが一番いいよとか言う人いるじゃない。でもそんなんわかってるよって話だよ。なんかもうそんな、いや、わかってんだよ、それぐらいみたいなさ。でもそれができないからね、あれなんじゃん、みたいなさ、あれじゃん。結局ね、俺思ったんだけどさ、多分ご飯制限とか食事制限が一番痩せるもんなのかなって俺は思う。でもなんか、いつもめったに風邪ひかないんだけど、ダイエットするときはね、もう毎回ね、体調崩すから、多分食事制限は綺麗にできる人はいいけど、俺は向いてないかもしれないけど、一番痩せられる方法だから多分それでやってるんだと思う。あー、なんかでもこれ、うん、お腹がきつい。よし、ちょっと作っていかなきゃ、ちょっとさすがに時間なくなってきた。終了。いやー、もうめっちゃ暑いっていうかさ、この格好で腕もさ、うまく上がらないしさ、こういうの全部自分で用意しなきゃいけないから、きつい。暑い、しかも暑い。暑いね。暗くない？暗くない？大丈夫かな？暑いよ。暑い。にしても暑い。ちょっと先、できたやつから紹介するね。こちら、コールスロー。ちょっと作り方は別にそんな大したあれじゃないから、まあ、はしょるんですけど、コールスローと今作ってんのがビーフシチューか。っていう感じで。まあ、りょうが、まだ連絡来ないので、もうちょっと時間かかりそう。というかね、これね、もうね、ずっとね、なんていうの？胸のところが圧迫されてる感じ。きつーい。なんかコスプレとかなんか悪くないんですよね。自分自身も楽しいし、楽しんでもらえたら嬉しいっす。背中見られたくない。ひょうにょ。今ね、ちょっと、LINE が来て、帰りが遅くなるって言われたから、あー、一回着替えます。
出来たて食べて欲しかったんだけどね、仕方ないよね。終了。あれから、だいたい、まあ、2時間ぐらい経ったんですけど、ようやく帰ってくるみたいなので、また着替えました。なんかね、さっき T シャツ着てたらさ、うまく着れなかったんだけど、T シャツ着なかったら何気に入った。そういうもんなんだろうね、きっと。だからちょっと待ちたいと思います。うわぁ、緊張する。かわいい。楽しみ。楽しみ。こんな格好するとちょっと気持ちが、これマジで痩せたらこれちゃんと着ようって思った。なんかもうあれだよね、なんか今さ胸が大きい人みたいな感じになってない？いいね。終了。お帰りなさいませ、ご主人様。ただいまー。おかえり。ひょうにょ。やばい、ちょっと待って。今心臓バクバク。やば。おかえり。どうする？お風呂にする？ご飯にする？それとも。何やってんの？でもこれ L サイズだよ。なんかすごくね、巨乳の人みたいじゃないな。じゃあ、少女にしよう。いやー！痛い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 、股関係ちゃった。何やってんの？すごいね。すごいでしょ。すごいね。しっかりしてんね。すごいでしょ。え、ドンキ？アマゾン？昨日頼んどった。あ、そうなんだ。でもなんか、これ多分、痩せたらもっと綺麗に着れると思う。確かにね。いやでもなんか、そういう子いるよね。パンツ見えてる？パンツが。ちょっと着替えていい？もうここ来るよ。嬉しいんだよね。てか何、最近さ、コスプレにハマってんの？まあ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 、そうなんだけどさ。すごいね。そうなの。翔太がさ、どんどん変態になっていく。やば。終了。よし。あれ？はい。着替えたの？着替えたよ。だってお腹がさ、こうなってた。もう、こういう形の、ここだけか。あ、やっぱウエストがちょっと細めなんだね。そうです。なるほどね。乾杯。乾杯。ありがとう。あ、美味しい。食べて。うん。食べて。いただきまーす。美味しそう、いただきまーす。おいしい。おいしい。よかった。うん。次さ、何かコスプレしてほしいものってあるの？え、してほしいコスプレ？うん。あ、スパイダーマン。なんでスパイダーマンなの？なんで？いいじゃん、なんか。興味あるの？かっこいいじゃん。筋肉隆々な感じで。なるほどね。そういう感じか。うん。どうしたの？多分あれ、もともとなんか筋肉の割れ目とか書いてあるでしょ。ああ、そう、あるね、あるね。いや、筋肉があるように見えるでしょ。ああ。多分。確かに。それはいいね。うん。俺も翔太に負けじと、シンバの、かわいい。ヘアバンドやって。どうするのあれ。何が？今後も着るの？はい。痩せたらもう一回着ようかなと思って。本気の痩せたら、本気で痩せたら、うん。もう一回着る。うん。でも似合ってたよ、すごく。うん。うん。かわいい。かわいかった。ありがとう。ちょっとあれで外に出るのはやめて、うん。出ねえよ。家の中だけにしてね。鼻くそついてない。うん。今日ね、コールスローも。そう。コールスロー美味しいよね。美味しいよねー。うん。うん。うん、ふーん。手作りです。うん。うん。うん、美味しい。うん。うん。ありがとう。よかった。終了。はい。というわけで、今回は、コスプレ企画第2弾というわけで、今回は、メイド服に着替えさせていただきました。はい。はい。また、なんか、こ
こういうやつ着てとか、うんうん、こう着てとか、まあ、直接送っていただけたら多分着ると思います、うん、実際にね。はい、というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います、はい、私も僕もメイド服着たいと思っていただければチャンネル登録と、もう一回着てって思ったら高評価のボタンもお願いしますお願いします、インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。可愛かったよ。また来てね。分かった。